とラスベガスチームと感謝祭チームに分かれて、1年間進んでいくということでございまして、2つに分かれて進んでいきたいと思います。和太鼓って何が一番大事って、もう姿勢が大事です。もう日々の姿勢で、音の出方というのがもう100決まってますので、自分を変えたいっていうのが、まあ、一つの大きな、まあ、目的でありまして、でこれ3連符で、これ実はあの前回出てきてないリズムでちょっとややこしいです。タタ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 タ、うん、タンタタタンタンタンタタタンタンタンタタタンタンタタタタタタタンタタタンタンタンタタタンタン、骨盤に自分の上半身がストンと乗っかるイメージ、まあ、彼らがこんな太鼓叩いて踊ってみんなで楽しくやるぞって言ってるのに、はぁってこう思う瞬間なんでしょうね。これから自分たちはこういうふうに出航するから、それの乗組員になる人と、またそこをこう応援してくれてる人たち、そういう人たちと共に仕事していくっていうことを決めた。まず第一番はそういう